五鉢は、九州南部に連なる霧島山の火山である。高千穂盆火山の西に接し、有史以降も噴火を繰り返している、活火山である。古くから噴火を繰り返していたため、江戸時代以前は狐峰と呼ばれていたが、火口の形状がいいびに似ていることから俗に、五鉢とも呼ばれており、明治以降は五鉢の故障が、一般的となった。火口内と、西斜面は、 鹿児島県霧島市、北斜面は宮崎県小林市、南斜面は宮崎県都の城市に属する。高千穂峰の西側斜面に寄りかかるように重なる円錐形の火山であり、直径約600メートル、深さ約200メートルの円形火口を要する。火口からは噴気が立ち上っており、しばしば火山性微道が観測される。 河口壁の頂上付近は絶壁をなしており、この上を通る登山道は馬の瀬越へと呼ばれている。北西から河口東端と高千穂峰との間はくぼんでおり馬の瀬のように見えることから瀬門宮と名付けられている。瀬門宮は天孫降臨の舞台であったとされ、かつては千里谷あるいは天河原野とも呼ばれていた。霧島神宮は近明天皇の時代に、 ここに社殿が混流されたのが始まりとされる。噴火によってたびたび消失したため、天略年間には昇空により六の瀬田尾ごせに移される。山体の地質は主として奇跡安山岩からなる。度重なる噴火のため頂上付近の植生は乏しいが、荒れ地に耐える宮間霧島などを見ることができる。西から西より五鉢加工五鉢は、 高千穂峰が形成された後、今から3000年前以降に活動を開始した。有史以降の霧島山において、最も活発に活動している火山である。以下、主要な噴火について述べる。他にも多数の噴火記録がある。1880年9月に噴煙が観察され、その後河口底に深さ3メートルの池ができた。 1886年10月から河口堤に大量の溶が堆積するようになり、溶の採掘が行われるようになった。1887年8月上旬になると、河口堤の池は深さ12メートルにもなり、時折高温になることもあった。12月中旬には、池の水が湧き立つ様子や、水位の低下が観察されている。 翌1888年1月12日に、火口から、噴煙や、噴石の放出が始まり、1月26日午後3時頃に、爆発があった。火口には、硫黄採掘の作業者がいたが急遽下山し被害者は、なかった。その後数日間にわたって、爆発を繰り返し、噴石や火山灰を放出した。この年は2月21日と5月9日にも、 噴火している。翌1889年12月10日と12月18日にも噴火し、麓の高原村では昼でも空が真っ暗になるほどの噴煙に覆われた。1891年6月19日、1日の間に14回の噴火があり、噴石を放出した。同年11月10日にも1日で14から15回の噴火が繰り返され、 山腹で植物の葉が枯れる被害があった。1894年2月25日に爆発的な噴火があり、噴石と火山灰を放出した。1895年10月16日午後0時30分に噴火し、高温の噴石を放出した。中には直径2メートルに及ぶものもあり、登山者3名が噴石に当たって死亡し、 周辺で22棟の家屋が消失した。鹿児島市内で爆発音が聞かれ、河口東側の広範囲に火山灰が降り積もった。同年12月18日午後3時30分にも噴火し、高温の噴石が河口東側に飛散した。この時都の城では、硫黄州のある火山灰が降っている。 その後たびたび噴火し、1896年3月15日には1名、1900年2月16日には2名の登山者が噴石に当たって死亡した。空振りや火山灰が四国南部にまで及んだこともある。噴火は1903年に一旦収束している。1913年5月19日から格闘村で地震が多発する前兆現象があった。 半年後の11月8日夜11時に爆発し、高温の噴石と火山灰を放出した。12月9日と、翌1914年1月8日にも爆発し、噴石を放出している。1923年7月11日朝9時には、大音響と共に噴火し、噴煙のため登山者1名が死亡した。2002年以降、 しばしば火山整備道が観測されている。ゴバ鉢は現在も活発な活動を続けており、状況の変化に応じた噴火警戒レベルが設定されている。最新の警戒レベルについては、気象庁のウェブサイトで確認することができる。明治ニュース時点編参委員会編、明治ニュース時点第4巻毎日コミュニケーションズ。 1984年、ISBN4 から 895631052E、現在の噴火警戒レベル。ありがとうございます。